ここは小田急線新宿駅地上改札口です。今回はこの小田急線新宿駅から3つ目の代々木八幡駅にすんごいホームドアがあるということでやってきました。というのは嘘で、この代々木八幡駅を現地調査しに来ただけです。その時にすんごいホームドアを見つけたのでご紹介します。こちらが代々木八幡駅の改札口です。2019年3月16日に2面2線の対向式ホームから1面2線の島式ホームに変更されました。それとともに駅舎も橋上駅舎となりました。ホームに降りるとずらっと並んだホームドアと急カーブのホームが目につきます。ちなみに右側の午後の紅茶の広告看板、鉄道用地内では日本最長の124メートルだそうです。さてここからは本題のホームドアです。ちょうど各駅停車がやってくるのでホームドアの稼働状況を見てみましょう。踏切の音が小田急って感じですね。お分かりいただけただろうか。もう一度ご覧いただこう。列車が停車し、しばらくするとなんとホームの下からステップが出てきたではないか。このホームドアが閉まる時のチャイム、福岡市営地下鉄を思い出す音だ。そんなどうでもいいことを言っているうちにホーム下のステップが収納されたではないか。今度はホームからステップが収納される様子を見てみる。このように急カーブ上にホームがあるため、列車とホームの隙間を埋めるためにホームドアと連動してホームからステップが出る仕掛けになっているのです。ちなみにこのステップは新宿方面のホームで、なおかつ各車両真ん中2つのドアのところについています。以上、小田急線代々木八幡駅のホームドアと連動して出てくるステップについて紹介しました。